さあ始まりましたビジネスフラッシュセカンドステージ、皆様お元気でしょうか。我々は元気です元気です。さあずっとミシェルさんに聞いてみたかったことがあるんです、はい、今ラブラブな奥様とどこで出会ったんですか。ラブラブな奥様とあそれはもう大学が一緒でとか、うん、そういうね学校の中で、うん、恋が生まれた。語学友だったんですね。そうですよ。そして何の質問。今日はなんと月に1000本以上、年間25万人を動員している業界ナンバーワンの恋活パーティーを運営していらっしゃるこちらの企業様です。すごいです。すごいな。少子化による若者の減少、それに伴い進む高齢化社会、数多くの課題を抱える我が国にはもう一つ深刻な問題が存在している。それが生涯未婚率の上昇である。平成27年度国税調査では、男性のおよそ4人に1人、女性のおよそ7人に1人が生涯未婚であることが発表された。急速に進んだ結婚離れ、そんな時代を変えるため立ち上がった男がここにいる。株式会社ルーターズ代表取締役土井浩二。人々に出会いを与え続けて11年、全国各地でさまざまなイベントを展開する株式会社ルーターズでは、月間1000本以上、年間25万人を動員する恋活パーティーを次々と成功させ、業界を代表する出会いのプロデューサーとして日本社会に元気と勇気を与え続けている。今回は土井浩二をスタジオに招き、詳しく話を聞いた。婚活事業、うん、最近聞くようになってきましたね。婚活って。そうですね、私が立ち上げた12、3年前は、こういった婚活というキーワードもなかったですし、はい、実際本当に少なかったです。へえ。私もこの会社を立ち上げる時にですね、両親からは大変反対がありましたね。なんてやましい仕事をしてるのっていう、前例がないから。そうですね、うん、でどうしてもこう俗に言うピンク産業とかってよく言われてしまいますけれども、はいはい、どうしてもそういった出会い系というキーワード的には大変しんどい、向かい風が強いキーワードでしたので、当時は本当大変だったですね。ですけど、もともとどういう経歴をお持ちなんですか。ですね、もともとは日本変えたろみたいな感じの強い仕事、政治家を目指してはいってたんですけど、22の時にちょっと現実を見まして、ミュージシャンを目指しまして、26歳ぐらいまでは歌でご飯を食べてました。それでちょっとそこをやめてしまいましたので、27歳に起業したっていう流れですね。どんなジャンルだったんですか、ちなみに。今の風格あるんですけど、ラブソングを歌ってました。ラブソング。アコースティックギター1本でやってました。基本的に日本の流れといいますか、やっぱり学歴社会っていうのがどうしても否めない、大学出てどうだこうだっていうのは、父親からいい大学出ておかなきゃダメだっていうような教えがありましたので、学歴がない僕が戦えるジャンルっていうのはひたすら探していたかと思います。でもそこのジャンルにたどり着くっていうのが。そうですね、確かに時代とマッチしましたよね。でもね、そうですね、向かい風が追い風に変わる時がやっぱり肌で感じれましたね。大体私たちで今まで行くと、年間3000人ぐらいお子様が産めてるという構図になっています。なるほど、くっつけて、はい、カップルになって、はい、大体子供の人数考える1.4人ぐらいで考えますと、大体年間3000人ぐらいは子供を私たちが産ませてるって言ったらおかましいですけど、はい、でも産めてると。そういう報告が入ったり、はいはい、あそこまでの付き合いがある、はい、ありますもんね、はい、本当にいい仕事に携われてるなっていう実感は今本当に感じてます。震災の影響なんかもあったんですね。震災は大変ありましたね、うん、震災が私起業してから5、6年目で来たんですけれども、はい、当時社員が10名弱、9名ほどいたんですけれども、そこから事業がうまくいかなくなりまして、僕一人になっています一旦は。当時はウェディング事業にも、参入してたんですけども、はい、やはり結婚式をどうしてもできない期間ができないというか、はい、一旦そういうのはやめようっていう風潮があった時期がありましたので、半年間ぐらい全く受注ができなかったという状態ですね。それで社員はどんどんこう辞めてしまって、私ももう辞めてしまおうかなとも思ったんですけども、もうちょっと頑張ってみようということで、頑張るきっかけにはなりましたね。
その時に初めて僕のターニングポイントにもなるんですけど、僕のサービス自体を見直そうという、婚活と言いますと基本的には結婚相談所を、はい、併設をしていまして、相談所さんに入れるということですね。でなかなか今のライフスタイルでは結婚しづらいですよねっていうところで、そこから頑張って結婚しましょうねっていうのカリキュラムといいますか、流れフローを組む形なんですけど、私たちでいくと恋活というジャンルに関してはそこにも携わらなくてもきっかけすら合えば背中を押してあげたいなというところを特化してやっていましたので、うまくいく分といかない部分というのが交差したかなという時期ではありました、ね、社名についてもちょっとここでお伺いしておきたいなと思ったんですが、はいはい、ルーターズ、はい、どういう意味が込められてるんですか。応援者っていう意味があるんです。英語のね、はい、ルーターズ、ね、はい、先駆者という意味もあるようです。やはり業界向かい風強かったですけれども、なんかそういったものでありたいなっていう、道を探索する人間でありたいなっていう意味も込めてます。一般的な婚活事業とどういったところで今は差別化を図ってらっしゃるんですか。はい、相談所さんにお世話になる方っていうのをこうピックアップすると、なんとか手を差し、伸べないといけないって言うんですか。相談だからね、はい、もうね、弁護士さんに相談するのも同じような相談だよ。ここをもう行ってやらなきゃいけないかなっていう人たちがが踏み込む場所みたいな駆け込み寺的な要素がどうしても日本は否めなかった。あとは、私たち世代でいうとクラブですとか、もう一つ上の世代でいくとディスコですとか、遊んでられる方は出会いがあったんですよね。そこに行ってば遊べるとか出会いがあるとかってあったんですけど、この真ん中の層に出会いがなかったんですね。そういう人たちが出会おうと思えば合コンとか紹介、そういったところでしかなかった。普通にカジュアルに行けるものが、あってもいいんではないかと、そこをひたすら探求 しようとしだした時ですね。私ナンパができないんですよ。こうやってペラ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 喋ってますけど、39年間ナンパをしたことがないんです。初めてお付き合いした方と13歳から19歳まで6年間お付き合いした女性がいたんです。その方が、私と別れた後にナンパで結婚してしまったんです。愛していた人がナンパで結婚するっていう現実を痛感した時に、ナンパって素敵なツールなんじゃないかなって思えたんです。出会いというものが、どうしてもナンパって変な目で見られがちですけど、こういったライトな出会いを届けられる場所を作りたいと思っていますので、できるだけこうお客様に近寄ったカジュアルなスタイルで届けたいっていうのは常日頃から考えております。そういった声かけられない方だってたくさんいるかと思いますので、私たちも参加して楽しめる、また恋愛でドキドキを感じられる場所作りっていうものを手掛けようと。なので今月にジャンルでいくと100本ぐらいは企画があって、月1000本ぐらい開催をしてます。それだけのニーズがあるってことですよね、はい、来てくれる方々がね、はい、最初キーワードは恋のファミリーレストランを経営したいっていうふうに思ってました。スポーツ企画もあり、はい、そのなんだろう、読書企画もありとか、文化的なものもありとか、いうような年齢でセグメントしてるのもありとか、いろんなジャンルのパーティーをやりたいなっていうふうには思っております。ちょっと一覧、ね、一部なんですけど、はい、婚活キーワードはね、お持ちいただいたんですよね、はい、たくさんありますけど、これ どれ気になります。サッカー観戦なんてもちろんそういうのも、うん、そうですね、誰々が好きとか、どのチームが好きですとか、ぽっちゃりって可愛いのがありますよ。ぽっちゃりとかぽっちゃり大変人気です。女性ぽっちゃり、はい、で男性はぽっちゃり女子好きってことですね。逆ももちろんあります。男性がぽっちゃり、はい、でよく食べるとか、ぽっちゃりの男性好きにもありますし、逆年の差、はい、これ最近姉活って弊社を呼んでるんですけども、こうどうしてもこう30代を超えてきたりすると、ジャニーズさんが好きとか、アイドルが好きとか、若い子が好きって変わってくるじゃないですか、女性の線っていうのは。で20代男性とかっていうのは、その頃お姉さんが大変好きだったりするんですよね。私も大変お姉さん好きでしたけれども、年上ね。そうなんです、年上ね。20代男子とアラサー女子みたいな、ちょっと会話がね違う。逆年の構図になると、女子が男子に出して、ああそうなんだとか、そうなんですよっていうような、なんかいいですね、構図が変わってて、ああ新鮮だなっていうような。1対1とかも、はい、2対2、1対1があるんですか。です、はい、最初から1対1ですか。そうです。基本的にはこういうのって行ったことがなければ不安だったりするんで、お友達と行こうっていうような感じで、基本的にお友達を誘うんです。そうですよね、はい、なので大半が70% ぐらいの人が 2名で来るんです、うん、ですけど、その2名で来られた時に、女性も2名、男性も2名来られた時に、 A 君も C ちゃんがいい、
で B 君も D ちゃんがいいって言ったような感じで、うんうん、いい人狙う方も分かれて、さらにこの人たちがうまくいくっていう確率はもう結構厳しいんです。例えばあの A 君と C ちゃんがうまくいってても、うん、お友達の B 君と D ちゃんがうまくいってなければ二次会につながりにくかったり、今日は帰ろっかっていうのはどうしても友達優先にしてしまわなきゃ、私たちだけなんて言ったら友達崩れてしまいますので、うまくいかないんですね。もう参加の段階からハードルはちょっと高いんですけど、一人で来てください、なんとお友達と来ないでくださいっていうパーティーが存在します。あ、でも勇気持って行ったらみんなも一人だから、みんな一人なんです、はい、なんで同性の友達も大変できるんです、うん、私も一人に不安だよねっていうようなところからスタートがしますので、どうしても女子からしたら孤独なのはこうみんな結婚していて私もやばいっていう風な少し寂しさだったり切なさだったり焦りだったりですね、それが会場に来ればみんな焦ってる人もいるんでまた友達ができるっていう。今どうですかお客さんの、そのね、さっきお子さんがこれぐらい生まれてるっていう人数も教えていただきましたけれども、はいはい、実際の声、出会いも本当に十何年前は選べなかった、あの本当に小さな町や村であれば何々ちゃんにしときなよとか何々君にしときなよっていうようなところから、本当に今はあのものすごい勢いでオンラインとかもこういったところからサービスが広がりつつありますので、私たち的にもいろんなパーティーがありますので、明らかに10年前よりは参加者の満足度は高くなっていってると思います。こう何もセギュメントせずに集めたパーティーとキュッとセギュメントしてるパーティーとですと満足度は違うかなというのがありますし、業界自体が今少子化って国が国策として掲げてますので参入企業も多くなってきましたので、国のその後押しっていうのは実際どういうところに具体が例がありますか。国策として発表して、あの例えば助成金ですとか、そういうのを発表してしたのは 4,5 年ぐらい前からですね、公にどん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 背中を押すようになってからは大手の上場企業様がたくさん参入されましたので、すごく数字は持ってかれてしまいましたが、ですけどそういった大手様が参入してくださったおかげで今はもう社会自体が少子化の仕事をしてますって言ったら、そんなやってんだっていうのはなくなりましたので、大変仕事をやりやすくなりました、ね、はい。新しい出会いを生み出し、日本の未来を大きく変え続ける土井浩二。そんな男が描く今後の展望とは。あのやはり僕は今この業界が拡大していってる、需要がたくさんある、っていうのは感じます。肌で感じます。何がものすごくそこまで広げたかっていうと、やはりオンラインなんです、ね、やはりここで十分に出会える、それをやましくもない桜でもない本当に出会いを求めている人たちが活用してそこにいるんですよっていうことを1日でも早く、また1分でも早くユーザーに届けてですね、出会いたい人に出会いを届けられるっていうことを一生懸命やりたいと思ってます。ですので私たちもですね、この冬ですね、オフラインで今本当のリアルな出会いだけを届けてましたが、オンラインにも参入してですね、一つでも多くの出会いを届けるっていうのはオンラインとオフライン両軸からですね攻めていければなとは考えています。では最後になりますが、はい、土井社長の格言を教えてください。誰もができることを誰もができないくらいやるっていうのが私の才能があるわけではないですけれども、あの父親母親が産んでくれた命で、あの唯一長所があるとしたら体力は自信がありますので、まあ、あの誰もができないくらいやれればですね、同じ能力しかなくても人より一歩前に出ることができますので、そこは常日頃からですね、考えていますね。ますます日本に幸せをね、はい、増やしていっていただければと思います、はい、ありがとうございます。今日はありがとうございました。ありがとうございました。